エイベックスマネジメント学園。今回の学園は我らが学園の校長こと DJ コーの号令で始まったエイベックスマネジメント学園視聴者参観。まだ学園に参加していないアーティストたちが意外な特技を披露しちゃいます。前回に引き続き校長からの指令で MC を務めるのが、どうもブリジットシンガー草川俊です。2シンガー4ダンサーの6人組ダンス&ボーカルグループ、ブリジットのシンガー草川俊。トリプル A が10周年を記念して行った7ヶ月連続シングルリリース、その第1弾となった I'll Be There で作曲も担当。今回はどんな MC を披露するのか。前回ね、ひろゆき君と杉江さんの特技披露で学園初 MC にね大抜擢されまして、まあ、今回、まあ、ちょっと特技披露する方にはね、まあ、学園初出演、まあ、僕もちょっと体験したんですけど、やっぱ初めてっていうのはもうすごい緊張するんですね。やっぱ皆さんにいいとこ見せようとかいろいろちょっと思っちゃうんで、ちょっとね緊張ほぐしながら、僕の得意の MC で緊張ほぐしながら、まあ、やりたいと思いますんでね、早速行ってみたいと思います。そんな草川が向かった学園初登場となるアーティストは、失礼します。ちょっといかん、すいません、失礼します。これまずいです。あのちょっと大先輩、あれですよ、これ校長が来ないとダメなレベルですよ。そっくりさんじゃないですよね。いや、そうですね。さっきちょっと緊張ほぐすとか言ってたんですけど、自分が緊張してきたんですよ。予期せぬ大先輩の登場にビビる草川。しかしそこは MC 覚悟を決めて行ってもらいましょう。失礼します。先輩、すいません、先輩、あのちょっと収録が収録始まりました。はい、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。そう、今回学園で特技を披露してくれるのはドゥアズインフィニティのギターボーカル大渡亮。今年で結成18年目を迎える大先輩は一体どんな特技を披露するのか。まあ、お題をいただいて、はい、いろいろ考えたんですけど、はい、本当に一番得意なのは、そうです、はい、シュバ風船なんですよ。マジっすか。まあ、どういうのかっていうと、はい、この口の中で泡を作って、はい、その風船を飛ばすっていう。マジっすか。それなかなかの特技ですね。そうそう、だから本当はこれは得意なんだけど、降参、はい、的にね、はいはいはい、なんかあんまり良くないんじゃないかと思って、はいはい、キキビールをやるっていうのを持ってきました。そう、今回大先輩ドゥアズインフィニティの大渡亮が披露する特技はキキビール。チャレンジするのはご覧の10銘柄。日本を代表する4銘柄のビールと世界を代表する6カ国のビール、合計10銘柄を飲み比べ、全ての銘柄を当てればチャレンジ成功です。いかがですか。いや、飲みたいビールがたくさんありますね。あ、本当ですか。僕ね、昨日ちょっとタイ料理屋で飯食ってたんですけどね、昨日シンハ飲んでます。あ、マジっすか。これはちょっと、でちなみにこのヒューガルデンホワイト大好きですね。あ、ヒューガルデン、いいですね。ちなみにこのハイネケンも好きだし、バード好きだし、あと国産のココエの缶ビール全部大好きです、ね、あら、これは期待ですね、うん、では早速言いましょうか。挑戦していただきたいと思いますね。じゃあまず大渡さん、先輩はちょっと後ろ向いていただいて、なるほど、その間に僕がビールを入れていきたいなと思います。ということで、大渡が後ろを向いている間に草川が10銘柄のビールをコップに注ぎ、1から10の番号札にランダムに振り分け、セッティング完了。さあ、それでは大渡さん、 OK ですか。前を向いてください。 OK、 来ました。おお、なかなかもう色ではちょっとな、難しい。全然わからない。果たして大渡亮は全ての銘柄を当てることができるのか。お願いします。じゃちょっと 5番から飲んでみます。はい、これはね、色でやっぱわかります、ね、そうです、これだけちょっとね、うん、色が、まあサービス問題だと思います。いただきます。どうぞ。いかがですか。これは間違いないですね。あ、
5番のビールはキューガルデンホワイトです。ほう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 、うん、じゃあちょっと10番いってみようかな。じゃあ次10番いきます。全然わかんない。大当たり量2杯目にして早くも暗雲が。しかし、あ、これは知ってる味だ。知ってる味。その後テンポよく試飲していき、よし、おお、こうだ、来ました。10種類全ての回答が出揃った。これでファイナルアンサーで。もう一回飲んで。果たして大当たり量のキキビールは成功するのか。正解発表です。じゃあ自信のあるやつから。じゃあ5番、5番からキューガルデンホワイト。さあ、もうこれはもう確実っつってましたもんね。一番最初に、もう絶対っつってましたから、いきます。ドン。おー、さすが、さすがです。サービス問題と言ってた。そうですね、キューガルデン。そしてもう確実に、はい、分かったのがこの7番。7番、プレミアムモルツ。さあ、それではプレミアムモルツなのかどうか、うん、ドン。おもう2問正解。あと確実はね、コロナが僕はちょっとビビっときましたので、はい、自信ありということで。あります。2番コロナかどうかということで。さあ、こちら答えはドン。おー、すごい。ここまで3種類連続で正解。このまま全問正解なるのか。さあ、ここから。そうですね、はい、ここからがちょっとですね、この2つはかなりちょっと。でこれ最後にしてきましょう。じゃあ、そうですね、はい、ね、次僕が自信があるといえば4番が多分バドワイザーだと思います。4番はバドワイザーなんだと、では4番めくりたいと思います。答えはドン。あ、大当たり量キキビール全問正解ならず。悔しいなじゃあ一回ちょっと10番めくってみます。そうですね、じゃあ10番こちらがもしかしたらバドワイザーかもしれない。こちらをめくっていきたいと思います。正解はドン。 あら、俺はエビスビールだもん。ちょっと番狂わせがどんどん来ましたね。あ、エビスビールだわ。やっぱりね。じゃあどんどん端からいきますか。昨日の味、はい、真犯、もう間違いないよ、それは言いたいと思います、うん、正解はドン。おっしゃー、正解。では3番、3番いこう、もうガンガンいこう。3番、朝日いきます。ドン。バードワイザー、こちらがバードワイザーです。あー、そうか。6番めくりたいと思います。正解はドン。お、正解。これ知らない味だったっ、ね、そうですね。だからやっぱ国産3つを間違えてるってことですね。ああ、で一番わからなかった、まあ、8番9番迷われてましたけれども、こちら8番は正解。こちら、こちらがドライです。ドライだ、はい。ということで9番は正解、こちら。ということで結果はご覧の通り、キキビール正解率は 50% でした。悔しいなこれ。半分でもすごいですけどね。ちょっと自信あったんですけどね。いや、でもこれ多分半分当てられるなかなかいないと思いますよ。悔しいな。そっか、ちょっと修行が足りないな。あ、ではこれからちょっと一杯目と言わず、うん、締めまでビールということで。そうっすね。ビール漬けで。りょうさん、リベンジお待ちしております。そして大当たり亮さんがギターボーカルを務める Do As Infinity が3月6日渋谷ツタヤオーイーストにてツーマンライブを開催。ついにフルメンバー4人でステージに立つムーンチャイルドとの夢のコラボ、お見逃しなく。次回の ABEX マネジメント学園は茨城マルシェさんで、はい、一緒に何かできないかなと思いまして、納豆部と茨城マルシェのコラボ企画が始動。よかったら、おお、え、これはやらせてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。嬉しい。納豆部と茨城マルシェ、一体どんなコラボ企画が生み出されるのか、お楽しみに。